こんにちは、トリーヌチャンネルです。今日はコンバトラー V のバトルクラッシャーとボルテス5のボルトボンバーを紹介いたします。まずはバトルクラッシャーのパッケージの方からです。このパッケージは90年代に再販された時のものになります。バトルマリンとバトルジェットが一緒に書かれています。搭乗席にはあれ赤色で主人公みたいですね。おかしいですね。はい、まあ、ゼンマイ動力で合体すると腕にきますっていうのが横パッケージに書かれてます。このシリーズはカスタムシリーズで5番目になります。2番目3番はどうもね、ゴレンジャーみたいですよ。コンバトラーのシリーズです。で、5号機これがね、なぜか2人乗ってますね。それでは完成品をまず回していきます。改造中のバトルクラッシャーです。そのままだと胸厚になるので長方形のスタイルを参考にして作りました。腕部分はね、どうしてもあの手首出るようにしようと思うとキットものままだと辛いんでプラパンで描いてます。で、手首ですね、グワシビーズとプラパイプで指輪作ってます。次はボルトボンバーです。これもキットがね、高いのでプラパンで作ってます。で、パーツちょっとジャンクパーツ持ってきてます。機種がね、MG のゴッドガンダムのコアランダーで、肩のここのブルーのとこはね、コンバトラーの5号機のバトルクラフトの磁石置くとこのパーツがね、余ったんで使ってます。ちょうど良かったです。で、首のところになる、このジェット光ですね、これは宇宙戦艦ヤマトの旧キットの700分の1からです。ここは肩の内側の尾翼に当たるところの構成部です。尾翼をね、稼働させるように合体した時に収納できるようにごちょごちょいじくってたところです。ここね、結構考えましたね。超合金はね、持ってないので、あの超合金の画像や動画見ながら多分こんな感じになってんじゃないかな思いながら作ってみました。操縦席周りです。キャノピーはまずエポパテで作って、その後クリア樹脂に複製して置き換えてます。設定とはちょっと違うんですけどね、アレンジを加えながら後で合体できるように作りました。それではコンバトラーチームとボルテスチームの比較をしてみます。バトルクラッシャーパーツちょうど外れましたけど、これ実は磁石でペタッとくっつきます。羽もね、取り外しできるように差し込みなんですけどね、しております。で、後で合体できるようにこの軸がね、効くんですよ。で、裏側もモールド、これキットのままですね、裏側はね。
それからボルテスチームになります。これ結構ね腕重くなっちゃいました。プラパンがメインで作られてるんですけど、でこれ裏側ゴッドガンダムのねコアランダーです。あんまりギミックはそんなないですねこれね。はい、腕2つです。それでは次回は両1号機主人公機ですね。次もご期待ください。よろしくお願いします。